はい、じゃあお時間になりましたので始めさせていただきます。本日講座を担当させていただきます大塚のり子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日この会場で生の私を見るのが初めての方っていらっしゃいます？ありがとうございます。初々しい方たちが一番前にいてくださって嬉しいです。あとはどこかで絡んでいる人たちですよね。ありがとうございます。ちなみに今回こういった講座が全く初めてっていう方はいらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。簡単にですね、私の自己紹介から始めさせていただきたいと思います。私が心理学の勉強を始めたのは12年くらい前のことです。で、当時不倫とか、職場の人間関係とかいろいろ悩むことがありまして、何か自分が楽になることはないかなと思って探したのが心理学だったんですね。で、私が初めてこういう神戸メンタルサービスのイベントに参加したのが、うちの社長が担当するヒーリングワークベーシックっていうものだったんです。で、それがなんか平さんが初めて東京でベーシックをする会だったそうで、それ以来なんかすっかりハマってしまって今手下になっております。はい。で、私はですね、その神戸メンタルサービスの方でカウンセラー養成コースを卒業してからプロカウンセラーになりました。で、自己嫌悪とか罪悪感とかネガティブな感情全般を大変大好きに扱っております。で、神戸メンタルの方ではですね、その後研修生コースという3年間のコースを修了させていただきまして、今は OB としてたまにヒーリングワークとかリーダーシップトレーニングとかに参加しています。で、カウンセラーの方ではですね、私一応ホーム東京なんですけど、よくいつ仙台から来たんですかって聞かれるんですけど、私ホーム東京で、あとご縁があって仙台の方のイベントの企画とか、Facebook とかブログの更新とかの運営を担当させていただいてます。で、今日はですね、カウンセリング講座で魅力才能の見つけ方というお話というテーマで出させていただいてます。で、今日先に言わせていただきますと、今日あなたの才能はこれですよ、あなたの魅力はこれですよって、あまり断定的なことは扱いません。ただ皆さんが才能を認めていくとか魅力を感じていくために大事な土台の部分っていうのを整えるということを、特にこうたくさんの人が集まっているので、この場で扱わせていただきたいと思っています。ということで、突然なんですけど、皆さん魅力や才能を持っている人ってどんな人だと思います？私がですね、最近すごいなと思った人を一人紹介するとですね、私この夏実はお中元ギフトの配送センターでお仕事をしてたんですね。で、そこで一緒にお仕事をしていたクレーム対応の達人の女性がいたんです。この人すごいなと思って、で、そこはですね、お中元の配送に関するこう電話応対などをする職場なんですけれども、クレームのお電話とかいろんなお電話がかかってくるんです。その私がすごいなって思った人は、クレームの電話を取るのが楽しいって言うんです。結構意外だと思いません？で、私もいくつかコールセンターでお仕事っていうのをさせていただいてるんですけれども、一般的にコールセンターってクレームがあったとしても、最初に出たオペレーターが、こう対応して最後まで対応するっていうケースがほとんどだと思うんですけれども、そこ面白くて、彼女はですね、クレームがあったら私に回してって言ってくれるんです。すごい頼もしいですよね。で、私はその彼女とちょうど後ろ側の席で仕事をしていたので、彼女の応対する声って全部聞こえてきてたんです。で、とにかく対応が鮮やかなんですね。お客様は不快にしないんですね。で、次は今度この新しい商品の手配の電話をし、じゃあ元々のお品物を運送会社に引き取りに行ってもらうための手配をし、再度お客様に、じゃあいつ頃新しいお品届けますのでお納めくださいってお電話するんです。すっごく流れが綺麗なんですね。で、テキパキと手配するので、彼女はクレームの電話を受けて、最初お客様は基本お怒りです。でも最後には、君はハキハキしてていいなってお客様に褒められたりですね、丁寧に応対してくれてありがとうございますって感謝されたりしてるんです。すごいなって思ったんですね。クレームの対応とは思えないほど美しかったんです。この想像できない展開、時にはこう人間模様とか、大きい奥様は若い奥様とか、いろんな人間事情とかそういうのもあったりして、推理小説みたい、こういうのが楽しくてたまらないって言って彼女はクレーム対応してるんです。で、私が何が言いたいかというと、才能って特別な能力じゃないですよっていうことなんです。クレーム対応の能力を持って生まれてくる人はいません。彼女は
どんなクレームが来るのかに興味があって、その対応を経験を積んできました。だからクレーム対応の才能を磨かれたわけです。ということでお話ししたい才能の話は、才能は興味かける経験ですよっていうお話がしたいわけです。でまあ私に当てはめるとですね、自分の才能はこれですっていうのちょっと恥ずかしいんですけれども、私の才能はネガティブな感情に強いことだと自分では思っています。でなぜかっていうと、私小学校の時に衣装を書いてましたし、20歳の誕生日にもらったプレゼントっていうのが藁人形セットでした。結構ね、私記念すべき成人の年に藁人形セットって結構ねネタにして美味しいんですけど、まあまあ暗かったっていうのは伝わりますよね。とか、まあ、自己嫌悪とか罪悪感に関してはもう数十年の探求を続けてきたわけです。だから私ネガティブな感情とは結構遊んできたので、あっちもこっちも暗闇の中は結構知ってるんですね。自分ではそう思っています。でネガティブな感情に興味を持って、それと付き合う経験をしてきたから、ネガティブな感情に強くなったわけです。でここで大事なポイント、それは私がネガティブな感情に強いことを才能として認識していること。普通ネガティブってどうよっていう話になるじゃないですか。でも私は自分のネガティブさを才能として使える大事な要素っていう風に捉えてるんですね。ここで自分が才能って捉えられるっていうことがすごく大切なところです。才能っていうのは今自分が持っているものを肯定した先に見えてくるものです。今自分が持っているものを肯定した先に見えてくるもの、まあ、今でこそですね、私のネガティブは才能だとか言ってるわけですけれども、昔はこんなんではありませんでした。自分のネガティブさを嫌ってましたし、隠してましたし、こんなネガティブな自分じゃダメだって自分を否定してました。ただですね、ある時ふっと思ったんです。もう何をしても無理だから私ネガティブでいいやって。それが私にとっては自分自身を受け入れた瞬間でした。するとですね、不思議なもので、じゃあどうせネガティブならこのネガティブさをどう使おうかっていう発想が出てきたんです。使えるものなら役に立ちますよね。で自分のネガティブさを活用することができる、少しは役に立つっていうふうに思えたら、ようやく自分を肯定することができるようになってきたんです。ネガティブさを通して自分を肯定できるようになったんですね。で皆さんの中にもネガティブな自分を嫌っている私のお仲間はいないでしょうか。不思議な笑いが起きてますけど、はい、自分を否定するのは苦しいことですよね。でせっかくなので、ネガティブな感情は才能に使える理由というのを大塚的に説明したいと思います。ネガティブの特色は3つの H があると私は思っています。3つの H といってもですね、例えばです、広き原とかですね、久野浅尾とかですね、広見水垣ではありません。一応笑ってくれてありがとう。これはですね、否定的とか批判的とか悲観的、否定的とか批判的とか悲観的の H ですね。またしょうもない話したいんですけど、神戸メンタルサービスには3つの部活があることを知っていますか。皆さん、平さんが部長しているのはおデブっていう部活なんですね。でですね、水垣さんが部長しているのはセレブっていう部活なんです。そして我々最大会派はネガティブなんです。あ、どうでもいい話ですよね。ネガティブの部活動っていうのはですね、一人でする自主練とかですね、夜にも反省会しなきゃいけないとか、結構忙しい部活なんです。という冗談はさておき、ネガティブの特色としてはこの3つのエッジがありますよ。でこれをですね、才能として役立てようとすると、どうやって使っていくかっていうのをお話ししたいんですね。で最初の否定的っていうのは、ネガティブな方ってすごくよく考えてます。自分がああ言ったらこう思われるんじゃないかなとか、明日らこんな反応が返ってくるんじゃないかなとか、人によってはいつも最悪の事態っていうのを考えていたりします。でね、これを才能として使うには、予測力として使うんです。危機管理能力としてはですね、ネガティブさん最上級の才能をお持ちです。ただですね、このいつも最悪の事態ばかりを考えていると心は疲れてしまいます。じゃあどうバランスを取ろうか、どう楽な気持ちで暮らしていこうってすると、例えばすっごいネガティブな想像します、最悪の想像します。そしたらその対極にあるすっごい超ポジティブな発想もセットでしてみてほしいんですね。もし何の問題もなく全てがうまくいったらどんなにいい気分だろうっていう想像も合わせてしてみてほしいんです。
そうするとこっちばっかりだとすごくこう気分落ち込んでいくんですけど、こっちも想像するとちょっと気分が上がって結果的にバランスが取れます。なのでこっちを想像するのやめましょうって言いたいんですけど、我々ネガティブ族はなかなかやめられないので、だったらすごくポジティブな発想も一緒に考えて、でバランス取りましょうよっていうのが私的にはおすすめです。でそうするとネガティブな方向だけに偏らなくて済むようになったりします。でですね、批判的っていうのはネガティブなタイプの方っていうのはですね、それは間違ってるんじゃないかとか、私も昔よくやってそれバカっぽいよねとか、批判的にこう物事を見る傾向っていうのがあったりするんですね。ただこの見方っていうのは一歩引いて客観的に物事を捉えるという点ではとても優れているんです。この中に入ってわーいいよねいいよねっていうんじゃなくて、一歩引いてどうなんだろうそれって言ってるのは客観的に見るにはすごくいいんですね。でこの視点を生かすにはこの批判的っていうのをサポート力に使うんです。サポート力、ネガティブさんの批判眼というのはこれをこうしたらもっと良くなるとか、みんなの満足度を高めるにはこうしたらいいよっていうのが見える目なんです。だから自分が感じる気持ちをセンサーにして、こういう風にした方がいいんじゃないですかっていう改善策を生み出せるんですね。でそのことを使ってもっとこうしていきましょうよって提案したり、誰かを支えるサポート力に使っていくとピカイチの才能を発揮します。でただこれに使ってるとですね、落とし穴がありまして、こうなんで自分ばっかりしなきゃいけないのとか、私だけ損してるとか感じやすいんです。ついつい出し惜しみしたくなっちゃうんですね。でもちろんやりたくない時は無理してやる必要はありません。いやいやすることに喜びはありませんので、ただ自分の能力の出し惜しみをするっていうことは、自分の中から湧き上がってくる何かしたい気持ちっていうのを止めてしまうことになるので、ちょっと苦しくなったりします。逆に出し惜しみせずに自分のサポート力を存分に発揮しているとですね、自分自身に対して誇りが持てます。私は自分に正直にちゃんとやることやってるっていう自分の軸ができるんですね。人の評価に左右されない自分っていうのが手に入ったりします。なので、まあ、ちょっと自分ばっかりって思いやすいですけど、出し惜しみしないことをお勧めしております。ただですね、もし批判的であり続けようとするっていう点で、例えば自分は楽しんじゃいけないとか喜んじゃいけないとか、人の輪に入っちゃいけないっていうような、なんかこう禁止のようなものとか、思い出して辛くなるような気持ちっていうのがあるのであれば、これに関してはもしかしたら癒しの課題があるかもしれません。であと3つ目の悲観的になるっていうことは、まあ、悲観的にならなきゃいけない体験とか悲しさ諦めっていうのを、そういう感情を経験してきたっていうことだと思います。でですね、ここに来て私が勉強した中で大好きな言葉に、痛みは優しさに変えられるっていう言葉があります。痛みは優しさに変えられる。皆さんが経験してきた痛みっていうのは全て誰かのための優しさに変えることができるんです。で誰かのための優しさに変えられたら、その時皆さんがしてきた我慢とか頑張りっていうのが報われるのかもしれません。誰かへの優しさっていうものに自分の痛みっていうのを変えて使えた時に、皆さんが経験したことに意味が生まれるかもしれません。無駄なことじゃなかったなって初めて思えるかもしれません。だから痛みは優しさに変えられるっていうのは、ちょっと頭の片隅に覚えておいていただくといい言葉かなって思います。でこの悲観的っていうのを才能に使うなら、共感力に使ってほしいんです。誰かの気持ちを理解するための共感力に使いましょうと。まあまあ、ネガティブの特色3つの H についてお話ししてきました。ネガティブの特色3つ、 こちらは素材そのままでは美味しく食べられませんけれども、才能に変換することによってとっても役に立ちますし、皆さんの才能に変わってきます。で繰り返しになりますけど、ネガティブですら才能に使ってしまうには、自分はネガティブなんだっていうことすら自分が持っているものを認めること、とにかく自分が持っているものを全て認めることから才能に変えていくことができます。否定していると才能に使えないんですね。でカウンセリングを必要としている多くの方はですね、自分の才能に気がついてないっていうケースがとても多いです。それ以前にまず自分が肯定できないっていう方がとても多いです。なのでまずはちょっと自分を受け入れやすくする実習をしていきたいかなと思います。
でですね、皆さんに書き出していただきたいのは、皆さんが自分のことを受け入れにくいこと、自己嫌悪していることは、自己嫌悪している自分はどんな自分でしょうかっていう話です。いきなりネガティブなことさらっていうのが大塚の特色です。皆さん気をつけてくださいね。自分を、受け入れに自分が受け入れにくいこと、自己嫌悪している部分、例えばですね、最近の私リアルに行きますと、記憶が持たないとか瞬発力がないとか直前に準備するっていうのがちょっとウィークポイントでございます。で、こんな風に今自分が自分に持っているマイナスのイメージっていうのを5つぐらいちょっとノートに書き出してみてほしいんですね。ちょっとお時間2分くらい取ります。もし癒されちゃって自分は自分を嫌ってないよっていう方は、昔自分が自分を嫌ってたことを書いていただいてもいいかと思います。大ペンが止まりましたかね。じゃあ嫌な予感している方、予感的中ということで、ちょっとですねグループを作って実習を進めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあですね、今からですね、皆さんがマイナスのイメージを書いていただいたものを書き換える実習というのをしていきたいと思います。ポイントは客観的にポジティブな表現に書き換えるっていうことなんですけれども、皆さん書いていただいたノートをこっそりこう時計回りに隣の人に渡していただきますあ、どうしても隠したいところある人、今黒塗りしていただいても、何大丈夫大丈夫大丈夫、5個かけてなくても大丈夫です。とりあえず出てきたものを書き換えたいんです。でですね、なぜこれをあえてグループを作って回すかというとですね、皆さんじゃあこれを自分で書き換えてみましょうって言った時にですね、意外に自分のことって思うと書き換えるの難しいんです。で、人のことだと真剣に考えます。それから人のことだと自分のことじゃないからきっとこうだろうって気楽に書き換えやすいんですね。で、今日はそのノートをぐるっと一周回すので、4人グループは4回、3人グループは3回、いろんな人回ってくるものを書き換えていくことになります。で、これはネガティブな自己概念っていうのを書き換えていく練習になるんですね。なので皆さんがカウンセラーとしてお電話を取ったりするときにも、クライアントさんのクライアントさんが持っているネガティブな自己イメージをどう書き換えていくかっていうのの練習になります。なので抵抗はあるかと思いますが、多分皆さんこのお部屋を一歩出たら隣の人が何を書いていたか忘れてると思うので、安心して、多分大丈夫だと思うので、ちょっと書き換える時間を取ってみたいと思うんですね。で、今目の前にあるノートにこう書いてあるものを、じゃあそれってこういうことじゃないですか、例えば優柔不断って書いてあったとしたら、それはじゃあ優しいってことじゃないですかとか、決められないって書いてあったとしたら、それは思慮深い、よく考えてるってことじゃないですかとか、まあ、わがままって書いてあったら自分の意見があるってことじゃないですかとか、例えばすぐ死にたくなるって言ったら、すごく生まれ変わりたい願望が強いんですねとか、そんなんでもいいと思うんですね。例えば私が直前に準備するっていうのであれば、まあ、いろんな書き換え方はあるんですけど、それってでも直前にすぐ準備するってことは集中力があるってことじゃないですかとか、そんな風に書き換えていけるかと思うんですね。で、ちょっとこれ実習としてやりたいので、じゃあ一切目の前にあるノートに書く時間を、とりあえず1回2分取ってみます。終わんなかったらちょっと延長しますので、まず2分間ちょっと目の前に書いてあることを書き換えてみようって思って、できたらノートに書き込んであげてください。スタート。で、もし書き換えられないところがあったら、そこはパスして OK です。ただチャレンジしてみてください。で、ね、これ得意不得意あると思うんで、無理に全部書こうとしなくてもいいです。ただチャレンジしてみてください。はい、じゃあ一旦手を止めていただいていいですか。書いてる途中でも OK です。今日は実習練習チャレンジなので、とりあえずここまでで、じゃあノートをまた次の人に回していただけますか。今度は最初から3分取りますはい、では書き換えタイムスタート。じゃあ自分のところに戻ってきたのをちょっと見ていただいてもいいですか。でね、もしかしたら皆さんが自分に対してネガティブに見てた自分のイメージは、ポジティブに見るとそういう風に捉えられるのかもしれません。もしかしたらそのネガティブに捉えていたマイナスイメージの中に、皆さんの才能っていうのは隠れているのかもしれません。でですね、今の実習っていうのは、まあ、今日カウンセリング講座なので、カウンセラーとしていかに人を肯定的に見るかっていう練習でもあるんですね。で、もし書き換えが難しかった方はこんな風に考えてほしいんです。これが自分にとってマイナスのイメージって、問題になるのはどうしてなんだろうって、問題の前提条件って言うんですけれども、問題になるにはその前に条件っていうのがあるんです。例えば
自分はつまらないって思ってる人がいたとします。その人がなんでじゃあつまらないことが問題になるかっていうと、自分は面白くありたいって思ってるからなんですね。まあ、これ直接的な書き換え方ですよね。で、面白くありたいと思ってるからつまらないことが問題になるわけです。で、まあ、肯定的な表現に直接書き換えると面白くありたい人っていうのになるわけなんですけれども、もし皆さんがカウンセラーとしてクライアントさんの心にそれを届けたいとすると、もうひとひねりカウンセラーのセンスみたいなものを加えてあげるといいかなって思うんです。例えばそんなに、自分がつまらないっていうことが問題になるのは、じゃああなたは誰かを楽しませたい人なんじゃないですかとか、周りの人を笑わせてあげたい人なんじゃないですかとか、なんかこう直接言い換えるっていうのがまずは最初のステップなんですけれども、もし皆さんがカウンセラーとしてクライアントさんの心に届けたいとしたら、本当にその人が問題の元にあって願っていることは何だろうっていうところまで踏み込んで、こういう人なんじゃないですかって聞いてみるっていうことができると心にまで届くかなって思います。で、人によってはですね、なんでそういうふうに見えるんですかって説明を求めるクライアントさんっていうのもいらっしゃいます。私もそうだったんですけれども、なんでそう思うんですかって聞きたくなるんですね。例えば、まあ、私が直前に準備するっていうのが今自分のネガティブに捉えている部分って言いましたけど、まあ、それって集中力があるってことですよねって書き換えることもできるかもしれませんねって。じゃあなんでそうなのかっていうと、例えばですね、そうだな、やり取りとして、じゃあ私が直前に準備するっていう自分が嫌いなんですってお話をしました。じゃあカウンセラーさんがそれって集中力があるっていうことじゃないですかって言ってくれたとします。で、もしこれが私が腑に落ちなかった場合ね、違うんです、私もっとちゃんと準備したいんですよって返ってくることもあります。そしたら、じゃあ準備したいっていう気持ちの奥には何があるかな、もちゃんと準備するっていうことの奥には何があるかなって考えると、カウンセラーの側としては、じゃあすごくこだわりが強いんですねって、こだわりが強いからちゃんと準備したいって思ってるんですよね、こだわり出すと終わらなくなっちゃうから直前になって始めるんじゃないですか、あなたはこだわりが強い人かもしれませんね、すごくいいものを届けたい人かもしれませんねっていうようなお話になるかもしれません。今の皆さんがやっていただいたのは紙に書いた文字を書き換えていくことなんですけれども、実際のカウンセリングとかでは対話をしながらクライアントさんがしっくりくるっていう心の落としどころっていうのが大事かなって思うんですね。例えば集中力がある、それは褒め言葉だ、だけど私にとってはそれが自分を肯定する材料にならない、いいものを届けたいって思ってる、それだったら私は納得がいく、この納得感って結構大事だったりするんですね。なので心の世界って面白いもので、人の数だけ答えがあると思うんです。だからしっくりくるっていうポイントを探すと自分を肯定しやすくなっていくと思います。才能って必ずあるので、ただ見つけるだけなんですね。で、人に会うたびにその人の才能、素晴らしい部分はどういうところかな、その人のいいところを見よう見ようってしていると、今の書き換えみたいなものもセンスが磨かれていきます。例えば変な話、最初に書き換えた時間よりも2人目3人目って書き換える時間の方が皆さん短かったの気づいてます？皆さんのペンが止まるのが早かったんです。やればやるほど簡単に書き換えていけるんですね。もちろん前にちょっと見本があるっていうのもありますけど、やればやるほど簡単にできるようになるし、それを人に届けられるようになるんですね。で、人のことを、素晴らしさを見ているとき、自分自身も大抵いい気分でいられます。だから人のいいところを見ようってしていくといいかと思います。で、人を肯定していけば肯定していくほど自分のことも同じように見てくれる人がいるんじゃないかなっていうふうに考えやすいです。それがおまけに手に入ります。もちろん個人差っていうのはあるんですけれども、で、自分自身に対して肯定的な見方に納得がいくとですね、こんな自分も悪くないかもとか、捨てたもんじゃないなって思いやすくなるんですね。で、いきなりじゃあ皆さん才能を見つけましょう、いいところを言いましょうっていうのがやりにくいタイプの方の場合はですね、逆にじゃあどんな自分が嫌いですかっていうところから転換して才能に結びつけていくっていう方法が結構やりやすかったりします、取り組みやすかったりします。なので、状況としてはこのネガティブマイナスイメージの部分を書き換えていくっていう方法も一つ皆さんの技の中に取り入れていただけるといいかと思います。でですね、自分が特別に悪いって思っている方の場合は、
才能として認められるためにはすごいことをしなきゃ、特別すごいことをしなければならないって考えやすいんですね。でこの場合その特別すごいことをするっていうところを応援するよりは、この特別すごいっていうことをやろうとすると結構失敗しやすいです。うまくいきにくいと思うんですね。でまた失敗してさらに自分を否定するっていう悪循環になりやすいんです。なのでその場合特別すごいことをしようっていうところよりも、特別悪いって感じている部分をフラットな状態に戻していくこと、実は皆さんがマイナスイメージ持ってるものも、実はポジティブな見方をしたらこういうことじゃありませんかってフラットな状態に戻していくと、今自分が持っていることの中にも才能を見つけ出しやすくなったりします。なのですごく悪いって思ってる方には、特にこのすごくいいってしなければならないって思いやすい傾向があるかもしれないなっていうのもインプットしておいていただくといいかなと思います。ちょっと自己肯定感を高めるためにですね、せっかくなのでもうちょっと実習をさせていただきたいと思うんですね。で今度はあなたが今までに自分なりに頑張ったと思えることは何ですかっていう質問をしたいと思います。あなたなりに頑張ったことは何ですか。3つくらい書き出していただくといいかなって思うんですね。でこれあなたなりにっていうところがポイントで、実際それが大成功になったとかうまくいったじゃなくてもいいんですね。例えば失恋しちゃった恋だったかもしれないけど、彼とうまくいこうと思って私は努力したっていうのであれば、皆さんなりに頑張ったことです。自分なりにベストを尽くしてみたこと3つ考えてみてほしいんですね。で特に何もないという方は、まず今日ここに来たことを頑張ったことと認めてください。皆さんが来てくれて、少なくとも私と河合さんは喜んでます。喜んでくれてるよね。お時間ですね、3分ほど取りたいと思います。はい、だいたい書けましたかね。じゃあですね、せっかくなので何を読んでいるか、首を横に振ってる人がいる理由がわからないんですけど、皆さんの頑張りを今日知り合ったグループの皆さんにちょっと話しする時間を取りたいと思うんですね。でこれは話せる範囲で構いません。話したくないことがあればちょっと言えないんですけど、いつ頃私頑張ってたと思いますっていうようなことでいいと思います。でまあ、頑張り3つ話せる人は3つ話していただけますし、1つしか書けてない人は1つでもいいと思います。今日ここに来たっていうことだけを書いてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。でその人がそれをお話ししてくださったら拍手してあげてください。頑張ったねって。でテンション低くなったところからですね、今私気づいたんですけど、自己紹介とかゼロのままやってましたよね。てかなんとなく知り合いです、大丈夫です。でせっかくなので自己紹介する時間を取りましょうかね。このグダグダ感が大塚っぽいところなんですけれども、じゃあね、自己紹介せっかくなんでお題出したいと思います。オリンピックのいいところお題ね。まあ簡単にお名前、あるいは今日呼ばれたい名前、ニックネーム、本名じゃなくても構いませんと、まあ、どっから来ましたとか、こういうのしょっちゅう参加してますとか、そういうことと、まあ、私が感じるオリンピックのいいところは感動的なところですとか、まあ、一言でお願いします。 OK で、ですね、こういった講座にグループの中で多分一番自分が参加している回数多いかもなって思うベテランさんがスタートになってほしいんですけど、はい、じゃあ私やってもいいですよっていう人、はい、大丈夫、決まりました。じゃあ簡単な自己紹介タイムスタートです。はい、じゃあオリンピックのいいところ込みの自己紹介終わりましたかね。じゃあ自己紹介本番いきます。本番、前期が長いのはうちのいいところです。オリンピックじゃなくて私のってさっき言ったことを言ってください。オリンピックのいいところは、何だっけ、私感動的なところです。私のいいところは感動的なところです。同じ言葉をくっつけて、私のいいところはって言って自己紹介してください。自己紹介っていう形だったんですけれど、あ、終わった、自己紹介っていう形だったんですけれども、オリンピックっていうものに対していいものを見ようってした時に、皆さんの心の中にあるいいものっていうのが投影って映し出されるんですね。ということでこれを私のっていうふうに言い換えても意外に当てはまってたんじゃないかなと思います。本人以外隣近所で聞いてた人はふんふんって思いませんでした。 なのでこうやってこんなふうに投影っていう心の働きを使って自分のいいところっていうのを引っ張り出すっていう方法もあります。はい、
というのを自己紹介として、何をしようとしていたかというと、皆さんが頑張ったことを話しましょうっていう時間を取りたかったわけです。でですね、私たちはついつい自分ができなかったこととかしなかったこととかしでかしちゃったことっていうのに焦点を当てるのはすごい得意なんですね。そのことで自分を責めて自分を否定しちゃうんです。だから逆に今日は皆さんなりに頑張ったところっていうのに焦点を当ててみませんかっていうのが今書き出していただいたことなんですね。で、せっかくなのでお話しするお時間を取りたいと思います。お一人様2分、なのでトップバッターさんからスタートです。2分間の中に話せることで話してください。でお話ししたくないことはさっき言ったようにお話しいただかなくて結構です。何歳頃とか何年前に実は私頑張ったことがあるんですっていうだけで OK です。大丈夫？はい、じゃあ2分間シェアタイムスタート。皆さんやってみていかがだったですか？なかなか自分が頑張ったぞっていう話ってする機会って少なくないです？でもなんかこんなこと頑張ったなって言ってみんながこう笑いながらだったり真剣に聞いてくれたりするとちょっとなんか自分にもいいところあるなみたいに感じやすくなりませんかね、というようなストレッチを1時間ちょっと超えてやってまいりました。一旦ですねおトイレ休憩を取りたいと思います。そしてですね、前半長い自分をフラットに戻す自己肯定感を高めるストレッチをしてきたわけなんですけれども、後半いよいよ才能を見つけるためにちょっと興味っていうところに目を向けていきたいんですね。で、興味を知るっていうには2つの方向性があります。1つは何々したいっていう方向、もう1つは逆の何々したくないっていう方向です。で、何々したいっていう興味を探すのはどんなことを感じるのが好きなのかっていうことに大きく関係しています。何を感じるかに大きく関係してるんですね。で、この何々したいっていうのを探していく手がかりは皆さんがこれまで好きだったこととか好きだったものがどんなことでしょうっていうことです。例えば私だとイベント企画が好きとかガンダムが好きとか堤真一さんが好きとかテニスが好きとかいろいろあるんですけど、好きだったことっていうのが皆さんにもあると思うんですね。じゃあそれはどんな理由で好きでしたか、気持ち感情に注目してみましょうっていうのがこの何々したいっていう方の興味を引き出す、質問です。例えば私イベント企画が好きっていうのは特に不特定多数の人が来るようなイベントが好きなんですね。仲間内のイベントよりも、なんでかっていうとこう予測するのが楽しいんです。こうなったらこうなるかなとか計画立てるのが好きなんですね。ワクワクするんです。で、予想にあったとか予想外だったとかそういう結果が出るのがこう駆け引きみたいなのがちょっと楽しかったりするんですねっていう感情があります。で、私ガンダムが好きっていうのは、ちょっと宇宙に出るといいことあるよみたいにすごいざっくりで申し訳ないんですけどっていう、希望みたいな、なんか自分の中にある希望が世界にまだあるよっていうの、地球上だけじゃなくて宇宙に行けばまだ希望あるよっていうようなことが感じれるから私ガンダムが多分好きなんです。ガンダムファンの皆さんあまりにもざっくりしてて申し訳ございません、はい、とかですね、何か好きなものの中にこんな気持ちがあるっていうのが多分皆さんにもあると思うんです。で、ちょっとそれを考えていただく時間を取りたいんです。皆さんがこれまで好きだったこと、好きなもの、それはどんな理由、このどんなっていうのは感情、気持ちですねっていうのを考えるお時間を取りたいと思うんです。皆さんがこれまで好きだったこと、好きだったもの、好きなって現在形でもいいです。それはどんな理由で、どんな気持ちを感じる、どんな感情を持つ、だからそれが好きなんでしょうかっていうのを見ていってほしいんですね。ちょっと考えるお時間を4分ほど取りたいと思います。あ、これはみんなシェアしないから好きに書いて大丈夫ですよはい、じゃあ4分ほどお時間取ります。スタート。じゃあ一旦ですね、何々したい、好きだったこと、好きに関する感情っていう方の書き出しの時間を終えて、今度は何々したくないに関係する方ですね。皆さんが苦手とか嫌いなもの、それはどんな理由で、特に感情とか気持ちの面でですね。例えば私はパソコンが苦手です。それは仕組みがわからないのが嫌いだからです。なぜかっていうと仕組みがわからないと不安になりますとかですね。ちょっとこちらも書き出す時間同じく4分くらい取ってみたいと思います。はい、じゃあ一旦ここで手を止めていただけますか。今ですね、苦手嫌いなもの、それに関して感じる気持ちっていうのを書き出していただいたんですけれども、
これはですね、裏返すと皆さんが感じたい気持ちっていうものが実はあったりするわけです。例えば、まあ、パソコン関係私不安な気持ちになるから苦手、逆を言えば仕組みとかをしっかり知って私は安心したいんですっていう、またしたいの方に戻ってくるんですね。ちょっとじゃあ皆さんが書き出した感じたくない気持ち裏返すと、じゃあ皆さん何を感じたいんですかっていうので、ちょっと書き換えてみてもらえますか。感じたくないっていう気持ちの裏返すとどんな気持ちをじゃあ皆さん感じたいんでしょうか。お時間2分ほど取ります。はい、じゃあ一旦ここで手を止めていただけますか。微妙になんだそのタイムのコールはみたいな表情されている方がいますが、スルーすることにします。今していただいたのは、私こんな気持ちを感じるのが好きっていうのと、私こんな気持ちを感じるのは嫌い、じゃあこんな気持ちを感じたいのっていうのを見てきたわけですね。でこことここってちょっと皆さん自分のノートの中で見比べていただけます？結構共通するものがあるよっていう人いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。全く違うものが出てきたよみたいな方いらっしゃいます？はい、ありがとうございます。で今日これを見ていただいたことを何に使っていただきたいかっていうと、この感情に私興味があるんだなって思ってほしいんです。でこの感情に関することで経験を積んでいくと、それは皆さんの才能として光る種です。感じたい感情っていうのは原動力になります。才能の元になる興味っていうのは実は感情なので、この感情が感じられることの全てっていうのが才能を磨くっていう材料になるんですね。で人を笑顔にしたいっていう、もし、まあ、そんな気持ちが出てきた方がいらっしゃったとしたら、じゃあこの人はお笑い芸人になるのがその人の才能かっていうと、そうとは限らないんです。感じたい感情が感じられる状況っていうのは他にもたくさんあるんですね。例えば美味しい料理を作るで誰かを笑顔にすることもできるし、誰かに何か接客することで笑顔になってもらうこともできるし、あるいはもう舞台裏のスタッフ黒子さんになって直接お客様と接しなくても誰かを笑顔にするっていうこともできます。皆さんが自分がこの大事にしたい感情、大切にしたい気持ちっていうのにこだわってすることの全てが皆さんの才能の元になるところで、才能を発揮するチャンスにもなっていくんです。で今ですね、この辺に導き出されたもの、まあ、共通して出てきた方ってはっきりしてますよね。あるいは、まあ、たくさんある方だったらそのうちの優先順位つけてもいいかと思うんですけれども、皆さんが大切にしたい感情は何かっていうことに注目して、それに関して今できること、今できることに取り組んで何か経験を積み重ねていくと、それは皆さんの才能に結びつきます。で結構今出てきたこのしたいっていう気持ちと今皆さんがしてることが実は一致してるって方なんかもいらっしゃいません？意外にですね、皆さん才能を発揮する状況っていうのは今も手に入れてる方って多かったりするんですね。ただこれが自分の才能に結びつく興味の感情だっていうことに気づいてないっていうケースが多いんです。だから私はこの感情を大切にしたいんだ、ここを磨いていくと私の才能に光るんだっていうふうに思って取り組むだけで、多分自分のいいところっていうのが、才能っていうのが自覚しやすくなるかと思います。ということで、皆さんの才能の元になる興味感情を探ってみるという実習でした。で魅力の話、今日確か魅力と才能の見つけ方でしたよね。魅力の話もチロッとしておきたいかなと思います。魅力っていうのは、まあ、人を引きつける何かですよね。でそれは相手に何を感じさせる人になるか、相手に何を感じさせる人になるかっていうことだと思います。で人っていうのは、例えばどうせ私なんてとか、どうせ無理でも無理とか、だってできないんだもんとか、自分に対して否定する発言をしている人っていうのにはあまり魅力は感じません。自己否定している人に魅力を感じるのはおそらく我々カウンセラーか詐欺師だと思います。ちょっとここしっかり考えたんですけど、これくらいかなって。なので、まあ、友人とかビジネスパートナーとか恋愛対象が皆さんに魅力を感じるには、皆さんが自分を肯定しているっていうことが大切になってきます。で魅力を発揮するっていうのは、私なりにどういうことが手に入るとやりやすいかなって思ったんですけど、自分の可能性を信頼できるって大事かなって思うんです。
自分の可能性を信頼できる。よくですねカウンセリングなんかでは自信がないんですっていうことが相談の中で多く出てきます。で、私たち自信がないときはないとかできないに傾いちゃってるんですね。ないとかできない、こっちに注目しちゃってるんです。なのでこれを調整するにはあるとかできるを意識したいわけなんです。で、じゃあどうすればいいかっていうと、とっても簡単です。皆さんにあるものを考えてみる。ただこれだけ。例えばじゃあ私にあるものは何でしょう。私には仕事があります。私には言葉があります。私には体があります。私には住む家があります。夢があります。一応稼ぎがあります。信じられるものがあります。相談する人がいます。支えてくれる人がいます。結構たくさんのものを持ってるんですね。皆さんもすでに持っているものってあるはずなんです。まあ、ない人はここに来られないと思いますからね。ということで突然ですが、皆さん私にあるもの探しっていうのをしてみましょう。やり方はとっても簡単で、私には〇〇がある、この〇〇に当てはまる言葉を考えてみましょう。ですね、とりあえず目標30個、皆さんが持っているもの探しですね。で、これはですね魅力として考えなくていいです。ただ皆さんに与えられているもの、皆さんが持っているもので考えてみましょう。お時間とりあえず2分取ります。スタート。はい、じゃあ一旦ここで区切りたいと思います。ゼロな方、見つからなかった方っていらっしゃいます？大丈夫ですかね。はい、じゃあこの私には何々があるベースに次のことを考えていきたいと思います。私は〇〇できる、私には何々がある、だから私は何々できるっていうような流れですね。たくさんのあるっていうものを持っている皆さんにはどんな何々できる可能性があるでしょう。本当にね、皆さんないとかできないっていうのはすっごいよく考えると思うんですけど、あるあるいはできるっていうのを考える機会ってなかなかないと思うんですね。なので今日はちょっと集中的に考えていただければなと思うんです。例えばどんなことでもいいと思うんですね。こんないろいろ持っている私は例えば選ぶことができる、決めることができる、信じることができる、働くことができる、理解することができる、素敵な恋ができるとかもありですね、とか、まあ、幸せな家庭が作れるとか、あるいはやめることができる、取り入れるばかりじゃなくて手放すことができるとかね、祈ることができる、あるいは例えば私には手があるんだったら私には大切な人を抱きしめることができるかもしれません、伝えることができる、チャレンジすることができる、夢を叶えることができる、皆さんにはどんなできるがあるでしょう。これもお時間2分ほど取りますのでちょっと考えてみてくださいね。スタート。皆さんいっぱいかけてるみたいなんであと1分追加します。どん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 皆さんができることに焦点を当てて自分のできるっていうのを感じてみましょう。はい、じゃあ一旦手を止めていただけますか。この私には何々があるとか私には何々できるっていうのは今この場ではお時間区切ってやらせていただきましたけど、皆さんお家に帰ってもたくさん書き出していただきたいんですね。例えば私には何々がある、今日30個とか20個とか言いましたけど、100個書いても200個書いてもいいわけです。持ってるものたくさんあります。ないって制限してしまうのは自分自身なんですね。だからまあ変な話、これを1000個書けたとしたらすごく自分が豊かな気持ちになれると思います。そして私は何々できるっていうのも数は無制限です。今日は時間を区切ってやりましたけど、もし自分の可能性を感じてみたいと思ったら、じゃあ私にできることは何だろうって言って探してみるとすごい数見つけることができると思うんですね。もしよかったら今日のこの実習をきっかけにお家に持って帰っていただけたらなって思います。でですね、せっかくこれを書き出していただいたので、一人で考えていることと周りの人が考えていることっていうのを聞くことで、一人で考えているだけではなくて周りの人が考えていることを聞くことで自分の引き出しっていうのが増やせると思います。なので今日グループの単位にもう一回戻っていただいて、まあ、グループの方、私はこんながあるよっていうのが出てきたよ、私は何々できるっていうのが出てきたよっていうのをちょっとお話しする時間を取りたいんですね。グループ全体で4分間お時間取ります。グループ全体で4分間お時間取ります。はい、じゃあ話せる範囲で構いませんので、私こんなん書いてみました、出てきましたっていうのをお話ししてください。スタート。はい、皆さんにできること、皆さんにあるものをたくさん見つかったのではないでしょうか。もしですね、自分が書き出してなかったんだけれども自分のグループの人が書いてた、言ってくれたこと、
もしねそれを今日聞くきっかけがあったとしたら、それは皆さんに送り込まれたメッセージかもしれません。ぜひパクってください。で、私たちがねあるとかできるを意識してそれを考えてた時、皆さんご気分いかがでしたか？ないとかできないって考えてる時よりも生き生きされてたようにお見受けしました。でですね、この生き生きとかワクワクしている状態っていうのが実は魅力的な皆さんでいる状態のなんかこう手がかりの一つかもしれないなと思います。自分の可能性を感じているっていうところはそこにすごく生き生きワクワクってしている感じが出るので、他の人がその人に接するときに魅力的な人だなっていうふうに感じられやすいです。なので皆さんは皆さんの可能性っていうのを信じてみていただければなって思います。はい、じゃあ一応ですねグループの皆さんにありがとうを伝えていただけますか？はい、ありがとうございます。でですね、今日は魅力才能の見つけ方っていうことで、まあ、最初の実習がマイナスのセルフイメージを書き換えて自己肯定感を高めましょうっていう実習で、あとですね才能は興味かける経験ということで、興味の元になる感情っていうのはどんなものかなって探っていく実習、それから皆さんが魅力的になるためにあるできるに着目して自分の可能性を感じる実習などをお届けしました。今度は見方をですねしていただくと皆さんの魅力とか才能に気がつきやすくなりますよといった方法のご紹介でした。はい、以上で今日の大塚の講座は終了です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。